はい、トニーズコレクション。今日は JR 東日本の E1 系新幹線です。じゃじゃん。こちらです。はい、開けてみます。こんな感じですね。かっこいいですね。はい、こちらなんですけれども、1994年から1995年にかけて12両編成6本が製造されました。車両完成時はダブルデッカー新幹線という略称が与えられていて、ここですね、ここに略称の DDS というのが入っています。ロゴが入ってますよね。ただしこの略称なんですけども、営業開始時には略称は MAX に変更されています。マルチアメニティエクスプレスという略で、 MAX 山彦とかマックス時とか言われてましたよね。はい、でこの新幹線の色なんですけど、途中で色替えが入ってますよね。2003年にリニューアルがされて、その時に色が変わってます。でそちらの色はというと、こちらです。はい、開けてみます。かっこいい、うん、こんな感じ。はい、リニューアルされた時に白と紺にピンクの帯が入っているという形に変わりまして、略称もマックスなので、ロゴもマックス、見えますかね、マックスというふうに入っております。はい、この新幹線なんですけども、2012年に全て引退してしまいました。はい、ご視聴ありがとうございました。